こんにちは。千葉県は市原市上総の国よりやってまいりましたザクラと申します。本日はまっしぐらという曲をお送りさせていただきます。このまっしぐらという曲は今から約1013年前1020年に市原市に国府が置かれていました。その国府の菅原の道真の夜叉後菅原の高末の娘がその国府にてさまざまな物語を聞き、都へ行ってもっといろんな物語を聞きたいと切に願い、都へと旅立つ儚い恋心を描いた更科日記というものを題材にしております。それでは物語に恋をし都へと旅立つ乙女の儚い恋心をぜひご覧ください。それでは参ります。よろしくお願い申し上げます。人輝き町輝く文化の香り高い町市原。世の中に物語というものもあるようYeah!
を大事に未来を切り開け、ザクラー直れ。この会場にいるすべてのお客様に精一杯ありがとうございました。ありがとうございます。千葉県ザクラの皆さんでした。